さあ帰ります。おっとっとっと、危ない。今日は、全国一斉オンエアデーですね。全国の無線、ね、フリーラー、ライセンスフリーで遊ぶ各局が遊ぼうよ、一緒に遊ぼうよっていう呼びかけの日、全国一斉オンエアデーの日ということで、ハイランドパーク粉川、和歌山県紀の川市にある旧粉川町ですね、ハイランドパークの方にやってきました。6局ですか、総勢6局の合同運用ということで、わちゃわちゃしながらですけど、まあそんなにずっと喋ってるわけはないんですけども、まあまあ和気あいあいとね、6局で、楽しみましたと。いや、やっぱり面白いな。出時間はそんなにあのもともと運用せえへんので、大阪から来たね3局が出時間中心で遊んでられました。僕たちはあの CB の方が好きなんで、ちょうどうまいことをシェアできたんかなっていうような感じで、楽しく遊べました。じゃあ今日の更新の模様、行ってみましょう。どうぞ。東淀川 MH12、こちらからもメリット5、ハイランドパークからです。どうぞ。了解しました。57コピー、57コピー、兵庫3946、和歌山 RB27、ハイランドパークから5959、5959どうぞ。5656、5656どうぞ。あ、来た来た。メリット4コピー、メリット4コピー、こちらからメリット5、メリット5、ハイランドパーク、メリット5、メリット5どうぞ。了解しました。ありがとうございます。ありがとうございます。各局に伝えておきます。788。了解しました。東大阪アルファホテル86でよろしかったでしょうか。和歌山ロミオブラボー27、和歌山 RB27 から5757、5757どうぞ。了解しました。和歌山 RB27 を受けた5957、
留意いたしました。ありがとうございます。こちらからもオールフォー5959ね、大家さん入ってきております。ここにいます、どうぞ。了解しました。大家さんということで、非常に見通しでクリアな更新できております。たくさんお呼びだと思うので、ショートで終わらせておきます。ありがとうございました。セブンティスリー。体力ある。体力しました。和歌山アルビン27号室さん。ここはハイランドパークで、OK でしたでしょうかね。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあ失礼します。了解しました。奈良 EM120 和歌山ロミオブラボー27、和歌山ロミオブラボー27からメリット5、マリタイムモービル以来だと思います。ありがとうございます。どうぞ。和歌山 RB27 番組さん、こちら奈良 EM120 です。ありがとうございます。あれですね、マリタイムモービルの次にこちらの4市奈良県は伊佐浦町、奈良県は伊佐浦町から同じくメリットファイブです。どうぞ。どうぞ。RB27 局さん、トカッチまだお聞きでしょうか。こちら岡山 OK015 です。どうぞ。了解しました。和歌山 OK015、和歌山 RB27 です。2番止めありがとうございます。同じくハイランドパークから、5656 49キロ5656です。どうぞ。はい、和歌山 RB27 OK015 です。ハイランドパークから5656です。はい、こちらからメリット5アンテナバー1本マイコン表記があり、アンテナバー1本です。はい、先ほどね、ピンジルピーターでも更新やった、ありがとうございました。第1号ですね。はい。アルビーさん第1号で、アクセスしていただきました。ありがとうございます。ちょっとね、ベリコミで、読書臨時レピーターまで宣伝しつつ運用しておりますので、またね、臨時レピーターもまた、アクセスしてみてください。お返しますどうぞ。58コピー、58コピーしました。こちらから5555、88キロ、ハイランドパークです。どうぞ。どうぞ。了解しました。和歌山ロミオブラボー27、和歌山ロミオブラボー2727です。メリット5、和歌山県紀の川市ハイランドパーク、ハイランドパークです。観音峠はコピーしております。どうぞ。切れた。落ちたっすね。あった。来た来た来た。
日野高山 KO105 和歌山ロミオブラボー27和歌山ロミオブラボー27ハイランドパークからメリット5メリット5どうぞ。和歌山ロミオタムキ27、うん、了解しました。ロミオブラボー27 RB27 ロミオブラボー27、メリット5ハイランドパークハイランドパークどうぞ。和歌山ロミオブラボー27、うん、正解。ハイランドパークメリット5 QSLQSL、はい、こちらがメリット4ですね。はい、そうです。了解しました。メリット4コピー、メリット4コピー、メリット4コピーしました。ありがとうございました。浜松ホテルマイク21、浜松ホテルマイク21、和歌山ロミオブラボー27、メリット5どうぞ。了解しました。メリット4コピー、メリット4コピー、ロミオブラボー27、RB27、フタ7、メリット5、メリット5です。CB で一度繋がったことあるかと思います。どうぞ。和歌山 SW350、和歌山 RB27 ハイランドパークヘリカルキーどうぞ。了解、和歌山 RB27、和歌山 SW350、こんにちは。よう来てますよ、ヘリカルキーですか。59でよう来てます、どうぞ。了解しました。59ありがとうございます。こちらから56、56、56です。チェーンさんとかとね、一緒にやっておりました。どうぞ。了解しました。自宅というところでコピーです。こちらハイランドパーク紀の川市ハイランドパークメリット5どうぞ。はい、了解しました。紀の川のハイランドパークメリット5ありがとうございます。綺麗に聞こえております。はい、お久しぶりの更新さんになります。どうぞ。ハイランドパークから55どうぞ。了解。はい、了解しました。和歌山 RB27、 こちらは大阪 IX585 です。どうもこんにちは。レポート58ですね。58で奈良県生駒入館しております。いただきます。和歌山 RB27 番です。こちら大阪 IX585 です。どうぞ。大阪 TN32、 和歌山 RB27 です。こんにちは。5151、ハイランドパークどうぞ。了解しました。和歌山ロメオブラボー27、和歌山ロメオブラボー27、了解いたしました。ありがとうございます。和歌山県奥さんのロメオブラボーさんのチャンネルのご覧いただいております。わあ、聞こえへん。ご安心いたします。聞こえへん。こちら大阪3号のメンバー32、大阪に東側の豊里大橋の部分です。
了解しました。若干後半ちょっと復調されなかったですけども、おおむね了解しております、YouTube もご視聴ありがとうございますいうようなところで、レポート行くことでしたっけこちらから5-1の46キロです。お返しします。どうぞ。ありがとうございました。和歌山 RB27 局、こちら徳島 DJ24、 徳島 DJ24 和歌山 RB27 です。大阪 TN さん、チャンネルお借りします。徳島 DJ24 和歌山 RB27 からレポート次回お送りします。どうぞ。了解いたしました。101和歌山 RB27 局さん、こちら徳島 DJ20。 あ、ごめんなさいね、ちょっと入り方が変でした。和歌山 RB27 局さん、こちら徳島 DJ24 は徳島県の大河原高原、徳島県大河原高原から57お送りいたします。和歌山 RB27 局さん、こちら徳島 DJ24 57どうぞ。了解しました。徳島 DJ24、和歌山 RB27 です。57了解。57了解。こちらからは、54です。101キロ、どうぞ。54了解。はい、了解しました。ハイランドパークでした。チャンネルお借りしてたんで、ファイナル送っておきます。徳島 DJ24 和歌山 RB27 でした。CB もまだやってるんでね、よかったら出してください。ありがとうございました。大阪 TN さんもチャンネルお借りしてありがとうございました。73CACA101 和歌山 RB27 ハイランドパークです。こんにちは。5757どうぞ。了解しました。57コピーです。非常にね、天気も良くて運用日和だと思います。ありがとうございました。了解しました。堺マイクキロ120でしょうかね。堺マイクキロ120でしょうかね。確認します。どうぞ。いうようなところで、いかがだったでしょうか。また皆さんもね、無線遊び、面白いと思うので、気軽なところからでいいと思います。何の無線からでもいいんでね、お付き合いしますよ。はい。いやいやいや、今日の更新動画のまとめのセリフのこのトークの中で一番大事なこと忘れてました。特賞レピーター、八狂ヶ岳、奈良県天川村八狂ヶ岳の特賞レピーター、臨時特賞レピーター、この話をするのを忘れてました。1700なめたかな、関西で最高峰、八狂ヶ岳、そこに臨時レピーターを挙げてくれたということで、非常に多くの局長さんがその臨時レピーターを利用して、私もね、静岡とつながることができたということで、非常に、10ミリワットという少ない出力でありながらね、遠距離と更新することができるレピーター機能、もう本当にありがとうございました。これを言うの忘れてました。いうような感じで、また次の機会、次の動画、次の電波、お会いできることを楽しみにしております。じゃあね。